下山真二は兵庫県加藤軍社長出身の元プロ野球選手。3歳上の兄の影響で小学生時にシャベアーズで野球を始めた。当初は肩の強さから投手を任されたが高学年になると誰もその球を受けられず仕方なく保守を務めた。加藤市立社中学校では陸上部のスケ人トをこなしたりバレー部から誘われるなどスポーツ万能で鳴らし、 遊撃主兼返しとして思い切りの良い打撃で活躍した。高校進学時は関西の競合校へ進む道もあったが、自分は田舎者と地元の兵庫県立社高等学校へ進学して入学直後の1年春から4番中堅主に抜擢された。高校時代の最高成績は2年時の県大会3位で、 首相として迎えた3年夏は、清水直行を要する報徳学園高校に、負けて終えた。大学は地元に近いという理由で、立命館大学に進学したが、2年の秋に、父が高い。遺言は、野球を頑張れだったそうで、一層野球に打ち込んだ。関西学生リーグ通算49試合出場、185、打数64アンダ、打率。 346、8本塁打、38打点。ベストナインにと受賞。3年春に、首位打者、4年時には、首相となり秋には、シーズンの本塁打を記録。しかしドラフトにはかからず、社会人野球の日本生命へ進んだ。日本生命では、社会人野球日本選手権大会で2度優秀、選手賞を受賞し、同大会で優勝した2002年秋のプロ。 野球ドラフト会議で大阪近鉄バファーローズから8巡目指名を受け入団。すでに27歳でアマチュア歴が長い上に開始名だったことから給料は下がったという。2003年オープン戦の読売ジャイアンツ戦でに本類打を放つ。開幕1軍に入るが出場なしのまま10日後に2軍に落ちるなどこの年、降格と昇格を4度繰り返した。 夏頃から長打力を発揮して少ない打数ながら打率。302を記録して即戦力となった。2004年はタフィローズが抜けて外野の定位置を確保するチャンスを迎えたが、前半戦で大きく出遅れ、後半巻き返したものの大西博明の台頭で定位置獲得はならなかった。なお、打率が1割に満たない時期だったが、8月23日の大西部戦では、 岡本厚から自身初の満塁本塁打を記録している。2005年は球団合併による分配ドラフトでオリックスに移籍したが、打率はさらに落ちて、250を下回り、主にダイソーや守備固めでの出場に終わった。ベンチではポリープができるほど声出しに専念し、契約公開ではその点が評価されて年俸アップを勝ち取った。2006年は前半戦を、 ほとんど2軍で過ごしたが、夏場以降1軍に定着。打率は3割を狙えるまでに上昇したものの、結局出場機会は減少した。2007年は3月31日の楽天戦で、サイクルヒットにリーチをかけたが、2塁打を打てず達成はならなかった。この試合では最も出にくいとされる3塁打を2本、打っており、達成のチャンスはあった。また、 同年唯一三塁打を打った試合でもある。8月8日のロッテ戦では、矢蓋康彦から、プロ初のサヨナラ打となる、タイムリー二塁打を放った。前半戦は、絶好調で右翼手のレギュラーとして活躍したが、夏場以降に大失速し、9月以降一安打しか打てず、最終的には打率を大幅に落とした。しかし、自己最多の111試合に出場して79。 アンダを記録するなど、実りの多いシーズンになった。打率、313、6本塁打と、左投手を得意とした。2008年は、浜中治の加入や、向井雄一郎が、オープン戦で結果を残したことで、外野手の定位置争いが、さらに激化したが、勝負強い打撃で、主に右翼手として、レギュラーとなった。 7月2日の福岡ソフトバンクホークス戦では5点差を終盤で追いつかれたが10回裏に柳瀬昭弘からサヨナラ打を放った。同年は様々な打順で出場したが左投手戦パーツ時は1番、終盤は主に2番として出場した。左投手からは打率282、6本塁打をマーク。最終的には 前年の自己最多を更新する123試合に出場し、初の二桁本塁打となる10本塁打を記録した。2009年は、オフに、大村直行が移籍してきたことによりまたしても激しい、競争にさらされ、開幕一軍入りするもスタメンの座は逃してしまう。その後、徐々に、スタメンに名を連ねるペースは増加していったが、5月30日に、右肩鍵盤炎で、 登録抹消。実は1月の自主トレのキャッチボールの際にすでに痛めており、痛みをこらえながらプレーしてきた。復帰後も感知することなく肩痛に耐えながらプレーし、8月3日に再び抹消するなど苦しいシーズンとなった。最終的に成績は99試合出場、打率256と前年度よりも下回ってしまった。しかし、 8月29日の西武戦では10回裏に、藤田太陽から、サヨナラ的時だ。9月4日から6日のロッテ戦では3試合連続本塁打を放つなど、出場100試合未満ながら全年度を上回る47打点。日本人野手では、チーム唯一となる2桁本塁打13本を2年、連続達成した。チームトップの勝利打点8と、持ち前のパンチ力と、 勝負強さは光ったが、怪我に泣いたシーズンとなった。2010年はオープン戦で、中日のチェンから2打席連続本塁打を放ち、4年連続開幕、1軍入りを、果たして開幕戦では7番、左翼手としてスタメン出場。しかし、春先から極度の打撃不振に陥り、5月3日にに軍降格。交流戦終了間際の6月10日に復帰し、 その日の巨人戦でスタメン出場して2安打を放ったが、6月29日に右肩故障で登録抹消。8月15日に再度復帰し、8月19日の楽天戦では片山広史氏から自身初となるサヨナラ本塁打を放ち、4年連続のサヨナラ打を記録した。だが打撃そのものは振るわず、8月27日に3度目の 登録抹消となった。結局、自己最小の31試合の出場に止まり、打率213、1本類が7打点といずれも、プロ入り5最低の成績に終わった。2011年は、打席は少ないながらも、打撃好調であったが、5月29日の中日戦で、2閉札打を記録して2軍降格。降格後は2軍で試合に出場していたが、 8月17日のソフトバンク戦で右足を故障。翌日には右足の肉離れと診断されていたが、8月29日に再検査を受けたところ右アキレス腱の部分断裂で全治6ヶ月と診断され、8月30日に手術を受けそのままシーズンを終えた。同年11月11日に現役引退が発表された。2012年シーズンから、 同球団の2軍がイ守備、総類コーチに就任することが決定された。2015年4月21日の試合から佐藤、新一に代わり1軍打撃コーチに就任し、2016年シーズンより、再び2軍打撃コーチとなる。同年7月1日に軍監督の田口壮が、病気療養で休養、監督代行を務めた。2017年から1軍打撃コーチ。 2019年は、チーム打率、得点リーグ再開に終わり、9月29日、来季の契約を更新しない旨を通告された。同年11月1日付で、球団本部編成部アマチュアスカウトグループへ移動。長打を秘めた、外野手。左投手に強い。相性は、下山。明るい性格であり、自身が先発を外れてもベンチから大声で。 チームメイトを鼓舞するなど、ムードメーカーとしても活躍していた。ありがとうございます。